リュカ・エルナンデスこと、リュカ・フランソワ・アベルナール・エルナンデスパイは、フランスブルシュイコール・デュローヌ県マルセイユ出身のサッカー選手、FC ・バイエル・ン・ミュンヘン所属。フランス代表、ポジションはディフェンダー。実定は同じく、プロサッカー選手のテオ・エルナンデス。1996年2月14日、父のジャン・フランソワ・エルナンデスが、オリンピック・マルセイユに所属していた影響で、 フランスマルセイユで生まれる。4歳の時、スペインへと移住する。5歳の時、父が失踪した。2007年、11歳で CF ラージオ、マハダオンダからアトレティコマドリードのユースチームへ引き抜かれる。アトレティコでは、ヘフェゾというあだ名をつけられていた。2013年11月9日、ディエゴシメオネ監督から声がかかり、ダリーがビジャレアル戦にて、ベンチ入りをしたものの、 出場機会はなかった。2014年4月26日、アトレティコ・マドリードとの契約を2018年まで延長した。12月3日、コパデルレーのシー・イールス・スピタレート戦でフル出場し、初のトップチーム出場を果たした。2015年8月10日、2019年まで契約を延長。これ以降は、ファーストチームに加わった。 2016年3月15日、チャンピオンズリーグ PSV 戦で、ディエゴ・ゴディンの負傷により、アディショナルタイムに交代。この大会初出場を記録した。2019年3月27日、7月1日付で、FC バイエルン・ミュンヘンに加入することが決定した。2024年6月30日までの5年契約を締結し、遺跡金は8000万ユーロと発表された。 UEFA チャンピオンズリーグ2019から20では出場機会が少なかったものの優勝を経験しビッグイヤーを頭にかぶったフランス代表でのエルナンデス同じポジションだったパトリスエブラの代表引退後2018年3月のコロンビアとの親善試合でフル代表として初の出場を果たした 2018FIFA ワールドカップでは主に 左サイドバックのレギュラーとして6試合に出場し、主要メンバーの一人としてフランスの優勝に貢献した。2021年に開催された UEFA ユーロ o 2020に出場したが、左膝の半月板損傷が判明し、7月4日に手術を受けた。ありがとうございます。